50年余り前から計画が進められてきた川上ダムはダム頂上部の長さが334メートル、包みの高さが84メートルで総貯水量は3100万立方メートルとなり民主党政権時のダム建設見直しにより一時、計画がストップしたものの2018年にはダム本体の工事が始まりました。今日は ダムに流れ込む前深瀬川の水をダム内にためるためダムの内側に設けられた排水路の入り口を鉄製のゲートでゆっくりと塞ぎ水をせき止めました今後排水路の流れを確実に止めるため排水路の内部をおよそ40メートルにわたってコンクリートで固める作業が行われます水資源機構川上ダム建設所では これから1年ほどかけて降水時の最高水位まで水をため、1日あたり1メートルずつ水位を減らしながら、ダム本体や基礎地盤などの安全性を確認するということです。川上ダムは来年度末までの完成を予定していて、2023年4月の運用を目指します。